きました。写真移動したので。ミラノ風ノリアとミトコンデリアめっちゃ似てるね。5秒だけ。アウト。顔が近い。山ちゃんキッチンさんありがとう。山ちゃんマピノピザありがとう。マピノピザ山ちゃんヤプリザありがとう。出た。暇だからクルさんの配信覗いたら髪巻いてて可愛かった。ただいま。みんなのためにみんなに今日の写真を見せたくて写真を移行してきたんだよ。こっちのスマホに。キラボシ嬉しい。ハンシタありがとう。ハンシタありがとう。モンブランのケーキ嬉しい。配信、ね、昨日眠そうに配信見てたら僕も寝落ちした。え、マジ昨日なんか謎に眠かったよね。めっちゃ。じゃあ今日の写真を、思い出写真、じゃあ最近の思い出写真を見せます。みんなに順番に。第1個目、なんかブレてるな。最近の思い出写真、アイドルスターの3人お揃い。次の日、あのガラフェスの次の日アイドルスターだったんだけど、3人お揃いで同じ T シャツを着てた。ちょっとなんか見える。ちょっと画面暗くしよう。じゃじゃーん。3人お揃いでガラフェスでもらった T シャツを着てたっていうやつが最近のことで、これが X 載せたやつのちょっと違うバージョン。これもちょっと違うバージョン。これ X 多分載せてない。これも X 載せてない。どれ X 載せたんだろう。これも X 載せてない。え、なんか載せてないのいっぱいあるな。まあいいや。あ、これこれインスタに載せようかなと思ってたやつ。この辺もある。こういうのもある。なんか明るいね、やっぱり。ちょっと暗くしよう。いっぱいある。たくさん写真があります。ちょっと明るくしよう。あとはね、そんな感じで今日食べたもの、まずは馬刺し。馬刺し大好き。本当に馬刺しを食べました。今日の旅。滋賀の写真、なんで滋賀、何滋賀の写真、どういうこと。馬刺し食べました。馬刺しどこで。山梨で。そしてじゃじゃーん、ソフトクリームも食べました。シャトレー、山梨がシャトレーゼのところで、ね、確か違うっけ。食べました。ソフトクリーム美味しかった。このソフトクリームで、ちょっとなんかブサイクだなこの写真。ちょっとあ、これ下向いてる。下向いてる方がいいな。じゃこれでいいや。じゃじゃーん、ほうとうを食べました。ほうとうです。じゃじゃーん、ほうとう、いでかなうです。これはほうとうを食べました。今日はこれはかぼちゃのほうとうを食べました。今日はじゃじゃーん、今日の思い出振り返り、美味しかったです。小学生の日記かな。そう、ほうとう食べれた。山梨を満喫してますよ。なんか今日行ったところがなんか11月9日だっけ、あの山梨でライブするところのあれが近くにあったよ。今日行ったところ普通に駅前だけどね。で今日のお供はバツマルくんでした。バツマルくん可愛いでしょ。これ今日バッグにつけてた。バツマルくん、え、ほうとうって何。え、そっか、山梨にしかほうとうないってママ言ってたな確か。ほうとうっていうのは、ほうとう、やばい、ほうとうだけの写真を撮るの忘れた、最悪。ほうとうは、あ、バグったバグった。なんか、ほうとうこういうやつ。なんか、うどん、なんか、すいとんみたいな感じ。なんか、なんだっけ。うどんを、なんか、薄っぺらくして、なんか、ちょっと、ねちょねちょした感じ、めっちゃ美味しいの、ほんとに。ちょっと鼻かゆい。鼻の下かゆい。ちょっとかじるね。そう、うどんをなんかプシュってなんか潰したやつみたい、めっちゃ美味しいんですよ。
かぼちゃを食べました。なんかイノシシのお肉とかそういうのがあって、かぼちゃとか、今日はかぼちゃと豚肉を頼んだんですよ。そう、あ、うち一人食べてたんで、かぼちゃと豚肉頼んで、あと馬刺し頼んだ。自分はかぼちゃ食べた。かぼちゃ味、え、かぼちゃ味、え、なんだろう。でも普通にうどん、なんかめっちゃ美味しい。でもなんか食べてみてほしい。なんか何味かって言われたらむずい。でもかぼちゃが美味しいから、かぼちゃな味がします。天ぷらやろ、どういうこと。わからないもの、わからない。え、スイトンって何。スイトン知らないの。え、スイトンってあれで給食で出てくるじゃん、スイトンって。そう、美味しいんです。食リポでめちゃめちゃ恥ずかしい。食べる確かに、ほんとめっちゃ美味しいの。山梨は普通に旅目的、ほんとはリスに行こうと思ってたけど、行かなくなってどこ行くってなって山梨にしたって感じかな。平べった、え、なんか誰か説明してやん、あの方と。私ちょっと説明下手なんだよね。めっちゃ美味しいんだよ。でもスイートだ、出てこんわ。え、そう、マジ寒い時の方とが一番最高。でも今ちょうど秋でちょうどよかった。南爪プリン、何それ。こっちじゃ食べん、あ、食べないんだ。めっちゃ美味しいから、本当に山梨、みんな、10月9にさ、もしさ、行ったら食べた方がいいよ。マジ美味しいから。山ちゃん、コウモリ、ありがとう。ガチかわいい。嬉しい。ありがとう。豪華なスイトンって感じ。え、そう。なんか、ふと、長くて豪華なスイトンって感じ。スイトウ用って感じですね。そう。南爪。何、南爪って。え、そう。スーパーに売ってるよね。なんか、ママがくれた記憶。あと、これも飲みました。バナナジュース。じゃあ、多分、この、なんか、後ろの、お城の、なんか、この辺が、あの、11月9にあるフェスの会場な気がする。地図見た感じ。バナナジュースはいつもどこでも飲みます。大好きなんで。あ、かぼちゃか！南津も恥ずかしい！もうバカバカ。小麦を使った薄っぺらい底面です。山ちゃん、ありがとう！え、かわいい！なんかさ、この、なんてキョンシーみたいなコスプレもいいなって思ったんだよね、ちょっと。でもね、今探したらあんまないからなと思って。でももう決まったんですけどね、大体は。え、マジで可愛い。配信でふてくされてる配信をしてる時みたいな自分の顔、マジで可愛い。本当に松丸くん可愛い。あとはなんか写真あるかな。TikTok で探したんだよね、コスプレ。結構うさぎ可愛かった、狼も可愛かった。でもちょっと狼露出多いなと思った。黒猫白猫も可愛かったけど露出が多いんだよね。で、これは今日の写真。でもこれはまだ誕生日まで、まだこれ未公開写真にしようと思って。普通にこれは今日の写真です。ドレスみたいだって。なんかこれでも誕生日の日に X あげるから楽しみしてね。20加工しよう。なんかピント合ってない、大丈夫。何枚か可愛いのあるだろう。まだ見せない、ちょっとしか。これも同じような写真ばっかだ。全身茶色いモコモコ着るならいいですよ。遠回しのあの生体、生命体のコス。何、どういうこと。茶色いモコモコって何。ゴキブリ、ゴキブリのコスプレってこと。やだよ、なんでゴキブリのコスプレしなきゃいけないんだよ。あと18日後で20歳。ツインテール、あ、間違えた。なんだっけ、ツインじゃなくて、なんだっけ、ツイスターズじゃなくて、なんだっけ、20歳ってなんだっけ英語で。ツースターズ、なんだっけ、トゥエルブじゃない。20歳ってキューピーのコスプレやりません。ほんと愛してる。そう、南爪売り。そんなバナナジュース、給料もらった。うん、もらってない、まだ。会場の下見してきた。どこが一番かなと思って、どこが下手かなと思って、どこがゼロ、あのセンターかなと思って。まあ私出ないんですけど。ちくわぶ、何ちくわぶって、部活。ちくわの穴を覗く部活。僕は今日ちくわの穴を覗いた。ちくわちくわちくわ、魚魚魚って CM あるよね。かぼちゃって言うのすごい、なんかすごい日本語だね。未公開公開してます。露出気にするよ、露出狂になっちゃうから。
未公開を気にし、公開特別今配信見てくれた人だっけ、ティーザーアドジョージ、カピバラって言うな、ゴキブリ、ゴキブリの方がまだマシだわ。03じゃないよ、04だよ。あとちょっと20歳だよーん。12じゃないよ。なに12 12って12で20じゃないの、小さかったかなが20。何歳から見てんの、ちょっと12、あ20か、20 わかんない、なにどういうこと、小学生フリキやろトワイス、トワイスか、 TTO トゥエンティ、トゥエンティーン、え、ティーンじゃない、どういうこと、トゥエンってこと、トゥエルブ、どんな部活やねん、ちくわぶ、それ木曜日一人で声出し上げられる、助けてください皆さんちくわ研究料理研修してないですね。カナの映画はもうボルボックス、何それ、モルモットみたいに言わないで、カピバラをバカにするの、あ、すいません、カピバラ大好き、好き、大好き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 、魚魚魚、ちくわ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 、あ、逆ごめんなさい、注意されちゃった、それなら10代、こんにちは20代、やだよー、出れば12歳、カナと同い年で一番有名な人誰ですか、芦田愛菜様とかじゃない、ハッタついた、ちくわぶ広島に売ってないから家族に送ってもらったし、いちご、なになにちくわぶって、なになになにちくわぶって、なになに、わかんない、部活イレブンは何でしょう、7、ん7は7か、じゃあ17、なんか70とか17がわかんない、70とか17とか、なんかイレブン、なんかさ、え、なんかさ、わかんない、待ってマジで頭悪いからさ、頭いいけどさ覚えてないのがさ、なんかさ、なんか発音によってなんか違うやつあるよね、20と20みたいな、なんかそれは絶対違う、なんかさ、なんか30と30、あ、そう、これ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 、私これの違いが一生わかんなくて、本当にわかんない、未だに何何が何って感じで、わかんないからいいんだけど、別にわかんないままで、ラストティーン、20 20、僕らならまだまだ飛べそう、あ、ペイペイだ、なんでアカウント新しくしたの、初見になってるよ、なんで初見じゃないんでしょ、 X を見てるよ、ラストティーンです、なんとなく間違いするけど、確かにカリパラのコスプレを見たい、見たくないです、静岡地区充電で止まっちゃった、イデカナ世代でよん、カナちゃんの学力どのくらいか知りたいな、え、私偏差値75、え、こういうこと言うとさ、なんかさ、なんかお決まり失礼、あのあるじゃん、なんかそのごちゃん、ごちゃんのさ、そのさ、なんかごちゃんの、なんかごちゃんのプロフィールみたいなところに書かれるからね、イデカナ偏差値75とか、こう嘘の情報適当に言ったら、でも本当に偏差値75、私めっちゃ頭いい、国語100点マジ、英語100点、国語100点、偏差値75って感じかな、ランドセルの色は金、貯金は1000万円、将来の目は医者になること、そして紅物農家になること、実は25歳、静岡のおでん、ほったらかし温泉行かなかった、え、そう、行かなかった、ほったらかされなかったからどういうこと、ほったらかし温泉行ってみたいんだよね、いとこたちがなんか巻いてていいよって言ったから行きたいんだよね、トゥレルバ12、トゥエンティは20、え、もうわかんない、ツインテールは20歳までツインテールしか知らない、あ、どういうこと、ちくわぶじゃないよ、あ、そうです、あ、そうそう、その最強世代にイベカナウっていう名を連ねてやってますね、おととい年取った、おめでとう、ティーンと、え、そう、ティーンとなんとかティー、あ、ティー、お茶、13と30、そう、カイパルとヌートリアの、何、ヌートリアって何、犬、31と13、そう、アフタヌーンっていう時間ではありません、そう、お茶、お茶会ってこと、こんばんは、えへへへ、13と30、そう、それがわかんない、エノウス、イモース、ティーンエンジャー、何ティーンエンジャー、75はさすがに嘘、75歳、私75歳だよ、こんばんは、おはよう、ティーンがつくと10代、20、すごい、偏差値75、そう、そう、さすがに嘘じゃないんですよ、それが、偏差値75、 IQ125、 進学率 100% の高校に行ってたよ、クラスで一番頭良かった、あと生徒会長もやってた、そう、部長もやってた、
あと委員長もやってたな。庭園美化委員の委員長、お花を植えたり水やりをしてた。めっちゃ清楚すぎる自分。修学旅行は USA、 IT 社長と結婚だろ。はい、ターマン持ってます。弊社長が制服で、いやいや頭いいからこそ制服で選んだんですよ。25歳、そう25歳なんだよね。実装偏差値75、ただし学力テスト下から数えた方がいい。いや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 、なんかまだちょっとさ、こういうのってギャップ萌えだから、なんかたまにさ出した方がいいじゃん、こう頭いいっていうの。だからあれでは出さなかった、本気出さなかった。普通だってさ、みんな頭悪い私の方が好きでしょ。英語100点なら12と20の違い分かるよ。12と20、12月を英語で言うの分かりますよ。12月分かるよ、英語で。12月英語でクリスマスっていう。地球は地星じゃありません。懐かしい。しずこ、そう私しずこだから、しずこ。まるまるさんありがとう。ハムハムハム、ペタツンツンしたらプニプニしてます。エリート、超エリートです。13歳から19歳はエンテンツコで、あ、そうです。かなう、トーイックは100点です。いや、トーイックは100点です。私、いつも100点。トーイックって、トーイック100点ですよ。トーイック100点です。いつも100点でした。毎回100点でした。こんばんは。大学行ってる？行ってますよ。めっちゃもう有名な、もう頭いい大学行ってる。ループしてる、なんで？かなちゃんこんばんは、今日から。嬉しい。とりあえず1時間走った。どこ、嬉しいじゃない、何も嬉しくない、びっくりしちゃった。マラソン始めたの？何始めたの？何走ったの？どこ走ったの？あ、言えないか。オフ点、9点みたいだね。50上がるよ。かなちゃん毎回テストは満点、100点。いますね。そうそうそう、挑戦状。すごいでしょ。ディセンバー。静岡のハンバーグ、さらに、そう、12月を英語でクリスマスっていう、カナウ語だから。カナウがエリートと聞いて飛んできた。私めっちゃエリート、超エリートなんだよ。ディセンバー、そうディセンバーだよ。12月寒くて声がディセンバー、そうです。英検1級、英検もう 5段とか、5段とかすごいでしょ。もう初段とか、初段って感じ、初段英検。トイック100点やばすぎてくさ。そう、トイック、なんかトイカみたいだね。トイカ100点です自分。なんで笑うんだよ、100点なんだよ。ミューポン日々かなの頭のいい順に、私頭いい、いや違う、本当に3期一番頭いいから、マジ。12月はクリスマスではありま、え違う、クリスマスだよ、うちの言葉なんか。何点満点、え違う違う違う、普通にさ、違うか、え騙されてないよ。トイカみたいだね。トイカだと思ったんだよ、トイカのクイズだと思った。トイカのクイズ100点だもん。別にトーイックって言ってない。990点満点知ってるよ。え、何それ、何トーイックって初めて聞いたんだけど。何それ、トーイックって、え何をするの。え、なんでそんな990点もあるの、嘘だよそれ絶対。何のためにそんな点数あるの、絶対いいでしょ、100点で。それ1問さ、100点とかでしょ、絶対。で、9問しかないでしょ。12月はサンタクロース。え、なんでみんな知ってるの、何トーイックって。何草が育って、草食動物が群がる。え、ちょっと待って、バカにしてるでしょ。うち990点だって。大丈夫みんな、100点なんて言ってないよ。エリートの意味分かってなさそう、エリート。エリートって頭いいってことじゃないの。永久初段ですよ。ディセンバー。カナウ語は頭の人にしかわからない。そうなんです。トーイック。マルさんあたりが、ゼウスさんあたりが。1月を、今年でも私もらえないの、本当に。去年からもらってないの。去年お正月実家帰ったけどもらえなかったの。なんかお正月でリズニー行くとか言ってる親戚が。私も行くんですけど、もう。まあ、行きます、よろしく。ゼウスさんあたりが、全部同じ番号選んでも220点ぐらい取れるらしいよ。頑張ろう。ゼウスさんあたりが、トイカ。トミカみたいだね。トイカ、なんかトイカスイカかよ、なんか似てるね。トミカのクイズ、そう。トイックは、トイック？なんだっけ、トーイック？もう忘れちゃった。
4択なんて人にやっても嫌だけど100点は逆にむずい。天才だから逆に100点取れたって感じかな。まあいいかみたいな。英語のテスト、すごい。私英語選択してなかったからか、だから分かんなかった。 TOEIC は私だって日本語選択だから。うん、英語のテスト、そう、生まれ前から、ビジネス英語の試験。あ、私英語は別に勉強してない。英語は知らない。だって日本人だから。詩はポエムでは詩人を英語で何言うと何？ポエマー、ポエマー、ポエマー。なんでみんな知ってんの逆に。私知らないんだよそれ。ハローさん頑張れ、ありがとう。トーエニック、指ハート、キュン。一番は一級だよ。なんでなんでなんで、段じゃないの大体検定とかって。違うの？いや私頭いいから。マジ一番得意な教科ビジネス経済。トイカ広島で使えるよ。日本語を応募つくよ。トイカはテスラ。ハワイにいてコーラさえ通じたい。確かにコーラ、コーラマネースペシャルとかでいいんじゃない。ハッタリキャラとかしてるけど、何ハッタリキャラって。ハッタリも分かんない。2月は英語でバレンタイン。そうだよ、カナヨコでバレンタインです。武道とか書道とかやろ。必ず受けないって。あ、そうなの。将棋球団が強い。そうだよ、私球団就職するときは別材料になるから。だから私トイック990って。テスラは笑い、簿記が得意。私もこうやってる。トイク5段で黒帯です。おっす。私本当に頭いいんだよ。見て、大学入ると強制的に受けさせられる。私の大学は受けさせられなかったな。間違えちゃったのか。私が今この配信で結構ついた嘘を信じてる人いそう。みんな毎日配信来ればそれが嘘ですぐ分かるから毎日配信来て。妹とどっちが頭いい。かなり決まってるじゃん。普通にこれは勝ち。じゃあ今から嘘か現実かゲーム。さっきさ、なんか何かゲームしようって誰か提案してくれて。提案何提案って提案してくれたよね。なんか何ゲームだっけ、何ゲームだっけ提案。後でやろうって言ったの、なんだっけ忘れちゃった。ブルーアリーって誰。うっすれ立てられる、頭いいって。経済パタパタパタ。嘘しか言ってなくない。嘘以外も言ってる。本当にビジネス経済得意。あ、そう、 NG ワードだ。ジャートってもいいと思う。回転早いもん。だからジャートもいいんだって。普通にもともとは大学生きるんだって。配信来てもわからないよ。お話会変わらないとわからない。そう、お話会変わらないとわからないんです。ククク配信でもいつも嘘ついてるから。毎日配信してるけど毎日配信で嘘ついてるから、お話会来ないとわかんないよ本当のこと。本当はかな、今マジでエリート、超エリート業に就職してるかもしれないし。 MC 平田32って言うなよ。75でしょ。モンドセレクション金賞持ってるよ。何それ、チョコの味を確かめる金賞。かわいい、ありがとう。簿記の検定が待ったけど何もいかまいかされてない。私ももう何も覚えてないよ。パソコンとか。京都の大学やってるんですか。いや、東京大学です。お話し会出れたから楽しいよね。デレデレじゃないわまあお話し会来ないと分かんないですよね。このデレデレかデレデレじゃないか、神奈川ファンの人にデレデレかデレデレじゃないかなんて。お話し会来ないと分かんないからね。奥原さんどういうこと。今日お話し会行ったら何してくれるの。内緒。ショールママード賞もらえる配信。そう、サッカーのフリーキック得点、得点得意。答えお話し会で。キカラの今の全部お話が嘘じゃないんですよ。何個か嘘じゃないので、それじゃあ何が嘘じゃなかったか気になった方は来てください。もう覚えてないけど。お話し会行くとウインクナイキスしてくれそうだよ。任せて。お話し会待ってます。偏差値75、上位 0.6% だからそれに入ってるんだよ。答えはお話し会なんだよ。グッドデザイン賞受賞してる。マジ体にピースカルピスです。清水エスパルスです。はい、よろしく。
オス黒帯です。で今から NG ワードスタート。私じゃなんか NG ワードここに書くわ、ズルしないように。あ、くしゃみ出そう。メンサ会員、あ、そうそうそうだよ。何メンサって。くしゃみ出そう。グータンショーさんおはよう。かわいそう、かわいさとの頭脳は偏差値75。ここここアイドルとしての偏差値も75。では答えここに書くから、今からの NG ワードごっこします。 NG ワード入れかなう、入れ汁、入れ汁、え違うよ。NG ワードをここに書くから、その配信でその NG ワードをここにかなうがメモした NG ワードを言った人がお話し会を招待してあげます。じゃ NG ワードなんか書こう。何しようかな。 NG ワードファンの人が言いそうな言葉でしょ。何しようかな。普通に会話するよね。カズさん、カズさんあとありがとう、嬉しい。そう、 NG ワード じゃあこれにしよう。はい、書きました。ここにメモしました。それではとりあえずは NG ワード1個だけにしました。1個だけ NG ワード作りました。可愛いとかじゃない、可愛いとかじゃないか、普通に話そう、みんな楽しい、楽しく。文章じゃないよ、5文字ぐらい。ヒント、丸ごととびきりどちらですか。とびきり静岡だよ。ガミネキスマイルネキとか言うな。それ普通に絶対オーツアットンさんのそのやつは普通にカナダが言えない、この配信で言っていけない NG ワード。結構ガチな NG ワードだよ。結婚して、やだ。カナダがみんなに言わせるんだよね、それを。やばい、眠くなってきた。じゃあミューポンじゃない、やばい、なんかさマジで、やばい、なんかこういうさゲームとかすると眠くなるんだよね、めっちゃマジ眠くなる。しかも今日ライト明るいから。リア充に夢中、 NG なわけないでしょ、言うな。 NG じゃないです、もうブロックしちゃおう。嘘だよ、しないよ。眠い、眠いわ。一旦寝ようかな、一旦目つぶろうかな。結婚式じゃないよね、NG は。一旦目つぶろうかな。ボバメ解約やばい、やめて、しないでよ。 NG ワードじゃないから。そ、眠、一旦眠。かなうかわいい、嬉しい。本当ですか。はい、はい、負け、はい、負け、はい、負け、マピノピさん、負けです、負けです、マピノピさん負け。正解は1分睡眠でした。私絶対言わせたくてさ、本当にしっかり、ほら、じゃじゃーん、1分睡眠。 NG ワードでした。お話し会待ってます。ちゃんとしっかり4文字当ててくれたので、お話し会待ってます。しゃ、全然眠くないです、目ボキボキです。お話し会はこのプロフィールから飛んで URL に行くとお話し会飛べます。待ってます。しゃ、勝った、全然眠くないですよ。一分も睡眠もしません。よっしゃ、 NG ワードかと思ってかなり可愛いが、違いますよ、本性でしょそれ、本能でしょ。嬉しい、おめでとうございます、おめでとうございます、招待です、招待、おめでとう。逆にすごい、招待来た、言うと、そうそうそう、よく当てたもんだな。2枚買えば1分話せる、そう、つまり1分睡眠ってことだ、つまり1分睡眠ってこと。じゃあ次のゲームいきます。お話し会の買い方教えて。いや招待だからね、こう教えないと。じゃあ次、いつもありがとうございます、お話し会マッピーさん。次、次何しようかな。じゃあこれにしよう。うわー、じゃあこれはしっかりびっくりマークも入れてもらう。お話し会中、お話し会中寝てないわ全然。起きてるわ。よーい、スタート。あ、普通に会話しますからね。可愛さしかない、ありがとう、ジャンルだけ教えて。
今教えるわけないよ。かなが子話の流れで言わせるから。かなたんし NG NG なんで聞いてくるの。 NG だったら言うよ、うちがって感じで。はい、瀬戸内顔だけ白い白くないです。カエルか。アイブブー、頭いいですよ。そうだから偏差値75だって、うちだから。だから偏差値75って言ったやん。おやすみ、寝ないで。メイク変えた。どう、みんなこのメイク好き？ちょっとね、今日はメイクは薄めしたんだよね。どう、薄め。今日はアイメイクの色をね、ピンクじゃ、いつもピンクなのアイメイクの色なのに、ピンクじゃないの今日。ちょっとね、秋、あの服装がこのなんか茶色系にしたから、ちょっとね、茶色系にしたアイシャドウとかナチュラルメイク系にした。めっちゃピンクではないけど全然。どう、このメイク好きですか？いい感じ、嬉しい、ありがとう。自然でいい。そう、ちょっとメイク変えて、ありがとう。これせーの一かな、一メンバーってことなんですよ。もう気まずいから使ってみます。って言うと怖い。指サッチ誘導じゃないよ。サッチ可愛い。え、サッチ私だけど ENTP 意味わかんないどういうこと、なんで ENTP。 でもメイク落ちてる、これ絶対さ、もううわうわ、可愛くて見惚れて嬉しい、嬉しいだけ。今日インスタも投稿したんで見てね。話しづらいな、普通に、普通に普通の話をしたいのにさ、 NG ワードのこと考えると話しづらくなる。でも普通に今の話は普通にしてるだけね。何 ENTP、 何どういうこと ENTP ですけど。悲しいだけ。くんさんありがとう。ちょっと待って、かぶったやばいそう、 ENTP、 何 ENTP、 違うよ全然、 NG ワードじゃないよ。爪長いな、今ネイルしてるの爪。でももう取るよ、これ取れちゃった、もや指だから、だからもう取る。かぶった、わら。くんさんパンケーキありがとう、ハムハム。ジーズさんありがとう、ハムハム。ハチさんありがとう。誘導じゃないよ。そう、インスタ見てください皆さん。そう、インスタ、インスタもうさ、ネイルやめる、うち普通に、普通に爪短くすることにした。秋田原爆すぎる。そうって感じで、インスタもさ、うわクソクソしゃべりヘリクソ違うわ違うわ、ブブー。お話し会杉田玄白、そうだ秋田玄白じゃなかった、誰だよ TikTok。 ジェルネイル、ジェルネイルじゃない、あ、ジェルネイルだよ、ジェルネイル、ネイルやってもらったけど、なんか剥がせるジェルネイルにしたから、自分削れないから、だからそしたけど、そしたらなんか親指剥がれちゃったから、剥がしちゃってる癖で、そしたらだから全部剥がすか、そこだけもう一回塗り直すかって感じなんだけど、ゴミに原爆つけてると思って、違うよリズミねえ、もうなんかさ、なんかもうさ、とりあえずワード言ってるでしょみんな。そう、お話しっかり交わされるんだよ普通に、頑張って言ってるけど。ジュネーブって何、シャンプーの CM？ NG ワード見えてきたかも。え、本当？じゃあ言ってみ、言ってみ。 ENFP から変わったのね。え、そう、変わった。 ENTP になりました。そうって感じ。キャラにやばいキャラに NG ワード、そう、ワード当てたいの。かわされてない、かわされてない。正体ね、正体。そう、最近、あ、ね、聞いてほしい、今日ちょっと待って、今日ちょっと待って、普通に報告ね、普通に報告っていうか、花だらの前ね、もう意味わかんない。そう、普通に報告なんだけど、髪の毛巻いたの。どう、今日さ、久々にさ、なんか最近さ、この髪巻きおろししてなかったからさ、久々なんだよね。だからどう、みんな可愛いかな、みんなどういう髪型が好きなの。普通にこれも好き、このパッサーぐらい巻いてるそれさ、 NG ワード狙ってんの。聞いてほしいから始まるの違和感。いや、違和感とかじゃない、普通にみんなに聞いてほしかった。誘導じゃない。ヘアアイロン何使ってる、サロニア安いやつ。そう、オウンゴールって何、オウンゴール。ツインやねん、いつもツインだから今日はね違うのし。焼いてない髪の毛、髪の毛焼いたことあったよ、焼いたらめっちゃ臭かった髪の毛。髪の毛くる、あ、もうブロック。
いつもツインテールしてるから休日もツインテールしたいけど今日はおろしにしました。そう、どう、みんな好きかなこれ、この髪型わかんないけど、なんかみんな結構さこういうなんかこうおろし好きだよね、こういうだから好きかなと思って、こういう髪型わかんないけど普通に似合ってる。やった、嬉しい、好き、似合ってるって言われると嬉しくなる。一番編み込みとかでも、え、だから今編み込みしようと思ったらボサボサになっちゃった。こっちからこうやって編み込みしようと思ったけどちょっとやめよう、めんどくさいから。本当にブロックしてない。似合ってる、嬉しい、好きか聞いてんの、好きか聞いてる、似合ってるなんて聞いてない、似合ってるって聞いてないじゃん、好きって聞いたの、この髪型好きって聞いたの、好きかどうかを聞いてるの、うちは普通に好きかどうか聞いてる、別に似合ってるとか言ってないよ、好きって聞いてる、好きか聞いてる、好きかどうか聞いてる、似合ってるなんて聞いてない、別に漢字とかも合わせなきゃいけないからね、普通に NG ワード漢字も合わせなきゃいけない、漢字かひらがなかとかそういうの、びっくりマークがついてるかついてないかとかも合わせなきゃいけないからまだダメ。この気持ちに正直になりたくて、早く言ってよ、好きかどうか聞きたいの、好きかどうかが聞きたいの、うわ最悪、好き、うわすしじゃないね、好きかどうか聞きたいの、みんなに、みんながカナダのこと好きかなと思って、最近さ自分みんなのことほんと、みんなはカナダはさみんなのこと好きなのにさ、みんなはカナダのこと好きなのかなってさ思ってさ思ったのだから、今好きかもう一回確認したくなった。元気さんありがとう。なんでちょっと好きなの、普通に好きじゃないの、普通に好きって言ってよ、普通に好きって言って、普通に一旦みんなさうちのこと好きだと思ったら普通に好きって言って、言って一旦、いやめっちゃとかいい、普通でいいから、普通でいい、普通に普通に好きって言ってくれたらうちは嬉しいよ、もうすき焼きとかじゃないから、普通に普通に好きじゃない、普通に好きじゃなくて、あ好きとか伸ばさなくていい、もう単品でいい、好きとかいらない、え、ダメダメダメ、ハートとかもいらない、だから好きかどうか聞いてるの、嫌いじゃないとかじゃない、好き、うわー惜しい、違う、もっと勢いつけて、カナに愛の告白を、勢いつけて愛の告白を好きしてください、好きって言って、好きって、大寿司とかいらないよ、寿司食べたくないから、勢いよく愛の告白を、あ好きっつー、違う、好きじゃない、伸ばさなくていい、女大好き、どういうこと、好き、いやー違う違う違うよ、あどう、編み込みした、あえー、ちょっと勢いつけすぎ、惜しい、ちょっと好きでした、え、なんでなんでよ、平田内さんが一番惜しかった、あっあーあーあーペイペイさん、はいペイペイさんと、ペイペイさんとセバスチャン、はい私のお話し会招待してあげます、おめでとうございます。正解は好き、ひらがなで好き、びっくりマークでした。今日好きじゃありません、ほらじゃじゃん、見えるかな、ちょっとちっちゃ、一分睡眠の下に好きって書いてある、好きでした、正解は好きにびっくりマーク一つでした。はい、じゃあペイペイさんとセバスチャンさん、お話し会がプロフィールのとこかどっから飛んで帰るので、空いてる日があればその2つ用ゲットしてください、待ってます。はい、特典です、特典、招待ですから、特別に私から乃木キスをプレゼントしちゃいます。はいって感じ、そうそうそう、そういうこと、よかったみんな言ってくれて、難しいや、なんか逆にこういう言葉って難しいね、漢字とかあると難しいね、漢字難しいな、気をつけよう、かな、可愛いは本能ってことにしといて、そうだよ、姉の名前かな、これは誘導、好き、困った、結構格闘したわ、好きか好きじゃないかの問題、ディア好き、何ディア好きって、ユキさんありがとう、重ユキさんありがとう、好きにゃんこ、にゃんことかいらない、もう盛り上がりすぎて熱くなっちゃった。
イエイだって。間違えたので、さっきのだるまさんの正体取り消し。え、間違えてない。中さんありがとう。27日4枚。あ、じゃあもう本当にありがとう。中さんありがとう。大きな声そう言ってくれるとかって、そう嫌いじゃない。毎回このテンションなんかすげえな。そうだよ、テンション高い、いつも。あ、やばいやばいやばい。あ、これ髪の毛のゴムで留めたい。まあいいや、こうしとこうって感じ。編み込みしてよ、自分で。どう編んだよ。でも触覚には短いからだけど、私も眠くなってきたもん。一夜限りで教えようかし。みんなが当てそうだ、当てたそうだったから、招待されたそうだったから。テンションの楽さを楽しむのがこのルームの醍醐味。そうですよ、可愛いでしょ。高校の時よくしてました。行事があることに自分こういう髪型してた。高校の時はなんかこれが好きだった。この編み込みとか、編み込みしてポニーテールとか、編み込み下ろし巻きとかが好きだった。そういう時があった、好きな時期が。だってさ、うち高校さツインテールで一回して行ったのね。このめっちゃミニミぐらいのツインテールで行ったら、なんか男の人にやめた方がいいよって言われた。最悪だよね、普通に意地悪。やめた方がいいよって言ってくるんだよ。あなたのために生きてないから。私は自分が好きっていう髪型をやりたいのにさ、いちいちさ言ってきたんだよ。ツインテールはやめた方がいいよ、クククク、みたいな。うざくない？めっちゃ。あ、うざいとか言わない。そう、それからね、あんまツインテールやってなかったけど、アイドルになってよかった。ツインテールが許されるから。そう、暑い、本当に暑くなってきた。もう眠いし暑い、もう眠いし暑くなってきた。一旦寝ようかな。もう NG ワードしてないから、たくさん喋っていいよ。自分も眠くなってきた。カナに自分好みになってもらいたかったんじゃね、つまり好き。いや違う、 ガチで嫌味みたいに言われたんだよ。本当にうちのこと好きじゃないよ、あの人。別に意地悪だもん、意地悪成人だった。他の男子に可愛いのがバレたかやめとかやとかなわけないでしょ。普通に別に仲良くなかったもん、その人と。いきなり言われたんだよ、マジ。だからだから、あ、いやー、ママが来てびっくりした。お化けかと思った、びっくりした。いきなり暑いと思った。ありがとう、エアコンつけてくれて。そう、自分クラスの男子と仲良くなかったよ。ねえママ、帰っちゃった。ママ閉められた。ママがエアコンつけに来てくれた。うちの配信見てて暑いとか言ってたから。足が、今の声にびっくりした。今の声でみんながこんななったところをこうやって起こしてあげた、みんなのために。そのままありがとう。てかまた実家いるの。いや普通に。でも今回実家帰ってきたのは、なんかうちさバカだからさ、なんか大事なし、なんか普通に大事な自分のもの、なんかものっていうか、なんか普通にさ個人情報系のやつある。あれをさ置いていっちゃってさ、この間静岡帰った時に、それを取りに帰ってきたっていうのもある。普通にバカだよね。普通に何やってんだろうと思った自分。そう、忘れたんですよ、静岡に。普通に家の大好きさんありがとう。結婚して、結婚しないけど実家だよ、バカ。おぎはさん、娘さんください、あげません。私だって結婚、誰とも結婚しないもん。ママと一緒に住むもん。一生親のすねかじる、かじ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 。ママにさ、かな、ママと一緒にずっと一緒にいてさ、一生さママの親のすねかじりたいでさ言ったらさ、親のすねもなんもないよって言われた。
ママと一緒に一生一緒にいたい、一生一緒にいてね。かなママの話しかいないので私の話が聞いてください。交通費大丈夫じゃない、もうお金ない、私偏差値75だよ。そうだよ、それだけやってる。おはよう、ゆうな、あ、大好きさん、ありがとう。バカなよってこと、違う、バカじゃないとか、うち偏差値75って言ってるじゃん。偏差値75なんですよ。ママ泣かないよ。かなち早口言葉得意そう。生ゴミ生ゴミ生卵、隣のかきはよくかき食う客だ。青パジャマ、黄パジャマ、緑パジャマ、そして黒パジャマ。私が着ているのは白い服。ママに教え案件しないで、すねかじりゃ草。そう、お金持ちと結婚しないよ別に。お金だとかさ、別にそんなんどうでもいいからとか、なんか偉いこと言ってみる好感度上げのために。お金とかじゃないから、愛だから知らないけど、そう、お金とかね、そういうの関係ないよ。愛が大事なんだよ。みんな知らないの、愛の重さ。チャララタラタ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 って感じなの。本当にお金とかは関係ない。どれだけ自分のことを好きでいてくれるかが大事なの、本当に。どんだけ自分のこと好きでいてくれるかが大事だから、別にお金持ちとかじゃないの本当に。まあでもそのカナエの好きがそのお金につながったら嬉しいけどね。でも本当にお金じゃない、大事なのは愛なんだ。愛がなんだって感じですね。まあいいと思う、別に私結婚しないから。子供の時言ってたな、骨だからやめてって言われたらやばいパパとも住んであげて、パパも大好き、パパも寝ちゃったもん。ママこの子ほんまに偏差値75、え、偏差値75だって。本当に頭いいんだから。うちだいぶさん、ありがとう。昔女ニートのことを家事手伝いって言ってたんよ。だから家事手伝いで、うちおうち警察見守り隊です。浮気する人はダメに決まってるでしょ普通に。でもうち多分脳みそがおかしいのか、なんかそもそも男の人とあの人生であんまり関わったことがないのか、ないからっていうのもあるかもしれないけど、うちなんか浮気とか別に何も思わないんだよね。なんか浮気とかはさ、ぶっちゃけどうでもいいと思っちゃうかも。最後に自分のところに戻ってきてくれたら嬉しいって思うね。だって浮気しても結局さ戻ってくるでしょ。戻ってこなかったらさバイバイでいいじゃん。だから別にうちは分かんないけど、浮気は別に好きなようにしてくださいって感じで。それな、そこに愛はあるのか。あります、ステープ細胞はあります。好きじゃなきゃ、そう、ほんまに賢い人は下手し自慢するよ。だって本当に頭いいもん、本当に頭いいもん。だから自慢するよ、ちょっと私が見本だから。かんちゃん、ありがとう。本気マジでこっちの触覚気になりすぎる。束縛激しくないよ別に。だから束縛とか、うちみんなに束縛したことないから、みんなにうち束縛しない、うち束縛機じゃないから、みんなに束縛しないよ本当に。したことないよみんなに束縛、うち結構ガチ。ファンのみんなにも、ファンのみんなにさ束縛したことないよねうち。束縛されたい、しません、自由に生きてください。廃止、浮気はしょっちゅう廃止のパトロールしてますよ。 DD は許しません。鈴木清高さん、ありがとう。だからつまり浮気を浮気って思ってないってこと。他のルームで見かけてしまったら問い詰めそうな感じだけど、え、それはね、浮気とさ DD は違うじゃん話が。他のところ行っちゃダメ、それ浮気じゃない、 DD ってこと。ペンラの色変えるの許してくれた、実は許してないよ心の奥底で。なんか本当に前髪がさ、自分こうやってさめっちゃ切るの変だから、もう長いのがある。 DD という言葉。ダンスさんケーキありがとう。そうね、そうだから、まあみんな好きに生きようよ。結局私のところに来てくれたら嬉しいですよ。他のところはダメだけど言ったら、束縛じゃないですよそれは。意見、カナの前髪お前にしません。もっと幼くなる顔が、子供みたいになる、ツインテールしてるから。
束縛じゃない。あかりんさんすごいよな。どういうことどういうことどういうこと、今日いつも大人っぽく見える。そうです、大人です。眠くなってきたです。じゃあ今問題、目つぶってるでしょう、それともちょっとだけコメントが見えてるでしょうか、どっちでしょうか。目開けてるでしょうか、目開けてないでしょうか。一緒に寝ません。え、見えてないよ。あすか、見えてたわ、見えてる。あすか、コメント読んだから見えてる。わかんなくなっちゃう、もう眠くてわかんなくなってた今。あかりさん、あね、すごいね、大学ね。私もそんぐらい頭いい、私めっちゃ頭いいから。偏差値75だって。いつもより大人っぽく見える、嬉しい。私以外に、私以外のとこ行かないでって言われるとファン嬉しいもんだよ。私以外のとこ行かないでっていつも言ってるけど、結局みんな行くんだもん、そういうこと言っても。だからうちも怒ってるんだから。いろんな子から反応もらいたいんだから、うちはぐらい好きにさせてくれよ。ダメだよそれ、それ浮気だよ。うち浮気許さないって言ったじゃん、中学生みたいだもんね。ねえ、そういうこと言わないで、やだ。幼く見えるの嫌、嬉しい。だって私20歳になりたくないんだよ。同志社こんばん、コメント見えてる、一緒に寝ません、コメント見えてる、はっきり見えてますか。なんで分かった、カナダバカ。え、なんか悪口言われた、いきなり。どうでもいい、どうでもいいとか言わないで。緑は見えてる、見えてるに正解したら招待、招待です。今見えてるって言った方全員カナダの話から待ってます。宿泊タイム、おやすみ。ちょっとだけ寝てる、見えてる、見えてる。思い出ます。時々お酒飲める、勝てたらすごいです。かなちゃん頑張る、楽しい、嬉しい。ありがとう。まるさん結婚してやだよ、かなう同志社のレベルか分かって、分かってるよ、分かってる、やめさせる。気がするとかなちゃんさっきも嬉しい、応援してること好きな子は違うから、ね、だからそれがダメなの。応援してること好きな子は一緒だから、普通に好きじゃないと応援しないから。はい、だからよろしく。私はみんなのこと大好きだよ、だからみんなが他のとこ行ったら怒るよ。プンプン激おこプンプン丸だから、アイドルしながら超人で、確かに。あ、本当に目が乾燥してきた、眠くって。2番目の女最悪、うち結構2番目の女されがちでムカついてくる、だんだん許さないから。2番目でいいとか思ってるんでしょう。静岡出身のメンバーだと、え、だって STU で静岡出身メンバー自分しかいないから。全部口を閉じている、まあちょっとしわな割りがあったりする。 何割り、全部口閉じてるのは笑うと、なんかあんま笑ってなんかあんま笑う、なんか笑ってる顔が好きじゃないから、自分の子歯出してる顔があんま好きじゃないから。かなちゃんが好きな子、まるさんとありがとう。私のこと遊びだった、私のこと遊びだったの、私のことをさ2人目の女だと思ってる。私がいつまでもここにいると思わないでね。悲しみて怒られる、こんばんは。こだわりがあるのかな、え、写真こだわりがある、なんかあんま好きじゃない、歯出してる顔の好きじゃん。2号以上は見ませんでかなです、そうです。ライボさんありがとう。あーしゃ来年絶対歯出さない、なのに歯出してやるってって言われるから、こうやって頑張る。歯の形すごく好きじゃない。2番目の女どころか3番目の風、乃木坂超絶詳しい人しか分からん。だから私はやだ、ほんとに3番目もやだ、1番がいいの、ナンバーワンです。アーシャのように歯を見せてくれてる笑顔とても素敵ですよ。順番決められてません。一番がいい。かなちゃんの歯茎高す。なんかみゆぽんがさ、ガミースマイルが好きとか言ってくんだけど、ガミースマイル好きな人なんてあんまいないから。そう、うちあんま悪すぎるとガミースマイルになっちゃって、それも嫌い。こうやって、これ以上洗うと、歯茎が出てくるんですよ。あんま歯茎が出てくるのが嫌だ。リスみたいとかする悪口ね。もうやだ、この人。本当にこの人迷惑。この人やだ。悪口言ってくるもん、たくさん。普通にこのさ、なんかこうはさ、ゆうなに似てる名前にしてるんだから、ゆうなにさ迷惑かかるからやめなさいよ、失礼なこと言うの。本当にこのメンバーがかわいそう。普通に名前勝手に使ってるんだから、ちょっと似た名前使ってるんだから、著作権だぞ。順番なってない、みんなナンバーワン。
オンリーワン。最近さ、写真がインフルエンサーっぽいの。だってインフルエンサーになりたいんだもん、うち。ブン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 って感じ。月に1回序列が目に見えて変わるシステム導入すべきか。ん？ちょっとなんか文章がよく多くて読めない。序列が目に見えて変わるシステム、え、やだやだ。私そしたらさ、下だもん、マジ。そしたらやめてると思うやつっていううち。諦めとかじゃない、自分の、あの、いるべき場所じゃないと思ってしまうと思う。だからインプレッション数ならいいよ。インプレッション数で準備順位決めて、普通にリールとか見てね。怒ってないよ、笑顔だよ。だからリスみたいで可愛い。やだ、リスは。なんでリス可愛くない。キュース結婚して。結婚しません。キュースあたありがとう。もうミューポン大好き。終わったらミューポンにすぐ連絡する、可愛いから。キュースあたありがとう。ミューポンに言いたいこともあったんだよ。うち結構今 LINE さ未読してるから、みんなの返信しなきゃ今すぐ。ちょっと返信したい LINE があるんだよ、早く。友達の配信終わったらすぐ、はい、返信しよう。ガミスマ特に気に、え、マジガミスマね、うち。めっちゃガミスマ、マジガミスマ、最上級のガミスマの写真見せてあげるよ、みんなに。かなちゃんは亡くなったけど、総選挙出たかった。あ、総選挙は亡くなったけどってこと。え、別に出たくない。争うの嫌い。グループでみんなで上に上がりたいのに、個人で争うの嫌い。だからそもそもさ、普通にさ、48グループでさ、でも個人で争うものじゃん。まあなんか他のグループもそうだけどさ、なんかグループで、グループごとでさ、争ってるやつ見るといいなって思う。みんなでなんか協力できるのがいいなって思います。ガミスもあるかな。ガミスもの写真全部消してるんだよね、自分。嫌すぎて。なんかガミスも嫌すぎて、普通になんかくじ閉じて笑うようになった。あるかな。マジボトックス打ちたいんだよね、この辺に。ガミスも嫌すぎて。でもボトックス打ったらさ、なんか変って言うじゃん、変なるって言うから、あんまりそんな簡単に打てない、ね。どこか、どの写真だっけな。あ、やだ、やっぱ見せない、普通に。やだから。結構ガミスマだった、マジやばい。やだーやだー。暑い暑い暑いからイライラしてきた。暑いからなんかイライラしてきた。暑い。あ、ママ来た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 。暑いからイライラしてきたとか言ったら、ママ来た、絶対ママ来た、絶対ママだ、絶対ママだ。エアコンの温度下げに来たりして、絶対。ほら来た、ほら来た。どこどこどこ、ちょっと変えて、映ってないから大丈夫。なんかめっちゃ暑い、なんで。ちょっと温度は高かった。高かった、何度にしてた。26.5。 やだ、 26.5 だって。18度なんですけど、私のホテルの。いつも18度にするホテルで。おかしいか、おかしいって言われた。18度。ありがとう、ありがとうのすけ。下まで声が聞こえる。え、やばい、うるさい、近所迷惑じゃん、ちょっとやめよう。そう、なんか服の声がなってるからね、引き抜きみたいになってるから下まで声聞こえちゃうんだよ。ね、最近めっちゃ唇噛んじゃう、最悪。リップがどんどんなくなってく。ストージピヨピヨ。おい、仲間で戦いたい。え、仲間で戦いたい。そう、みんなで一つのアイドルグループで、みんなで上を目指したい。私はそうやって思ってる。いつもなんか個人で争うのあんま好きじゃないなって思った。だって仲悪くなるもん、普通に。グループで競っ、グループで上に上がろうって思ってるやつ、あのグループとかってさ、結構さ、みんなすごい努力してて、すごいなと思う。本能で生きてる。そう、笑顔で怒ってるの怖い。怒ってないよ。 YouTuber が打ってそんな変じゃなかった。
いけちゃんって YouTuber 知ってるよ。一人で旅行行く人でしょ。見てるよ私たまによく。自分は暑くて汗かいてる。暑いよね。暑い。18度。そこ何畳、なんか広い。18度寒くない。声若、ママ若いもん。暖房じゃない冷房で。やっちゃやばい。娘かな、だって娘が暴れてたら行くでしょ。私娘いないもん。隠し子入れかな、隠し子説。娘のルーム監視するママ。そう、アシーさんケーキありがとう。リッパ食べるのこんばん。選抜は嫌な、嫌だ、だって嫌だもん。もうすでに嫌だ。もう争うの嫌いになった。早って感じ。だって性格悪くなっちゃう、うちみたいに。自分の心がどんどん汚れていくのが嫌だ。みのるさんハートありがとう。昔の部屋がらき焼きとかね。どういうこと結局先生 お金なんだよ。なんかそういうのも嫌だ。なんかそういうの見てるとなんかさ、なんか普通にさ、なんか心がさ、なんか申し訳なくなってくる。なんかみんながそうやってさ頑張ってくれてるのとか見るとさ、普通になんかさ申し訳なくなってくる。選抜入ると思う、それとも選抜はいると思う、それとも30人以上全員選抜がいい。全員選抜でもうみんなでもうお仕事終わってく。いや普通にでも多分うちみたいな考えの人いないから、うちの考えが異常だから大丈夫。うちだけだからそうと思ってる。だからね、いいんです。はい、イントロクイズ。トゥ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 ルルルル。はい、答えてみてください。ファンとしても個人で争ってみるの辛い時ある。辛い、私は一番辛い。人数多いから全員選抜ってわけにもいかないね。そう、まず普通にね、まあまあミスって感じ。大阪っていつまで申し込めるの。まだいける、まだいきます。もう一回、トゥルルルルルルトゥ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 。はい、お願いします。答えてください。今の歌のイントロドンです。平和が一番。そう、平和が一番なんです。2個。平和でいつまでも笑顔でみんなでグループで頑張って競いたいって上に行きたいって私は思ってる。まあそうじゃないんですけどね、全然。っていうお金の余裕は心の余裕。お金あるわ、わははは。まだいけるから待ってます今日。弱気ではそれは勝ち取っていこう。弱気じゃないんです、もう疲れたんです。南アルプスの天然水の CM、 ブブ。もう一回、さっきと違う。ハマるコパルパの CM、 次のシングル詐欺者が増えられて嘘。へえ、勝手に入ってればいいじゃん。私は知りません。入ってたとしても入ってなかったとしても私は知りません。これが私の人生だもん。ね、もう新メンバーとかさ応募しなくていいの。水平線、ブブ。じゃ正解を言います。正解は今イデカナウが初めて作った曲でした。特に題名ありません、私が作った曲です。もう何の曲か覚えてない。お弁当どうぞ CM。 やばい、コンタクトのせいで目が開きづらい。タイトル未定です。イデカナウの鼻歌。にゃんこぶたーさんケーキありがとう、嬉しい。そう、私は私らしく行きたい。そんな選抜なんかに、でも選抜入りたいですよ。でもそんななんか息苦しい世の中ですわマジで。だからもう私は好きなように生きることにしたの。自分が好きなように生きるの。そんな人の意見なんて気にしないから。だからみんな会いに来てね。怪獣の鼻歌じゃないよね。私のこと怪獣って言った？それ。作詞イデカナウ、作曲イデカナウ。そう、イデカナウの歌。俺が4曲歌ったらカナウちゃんと仲良くなりたい。え、仲良くなろう？マジ。マブ。マジでめっちゃ友達になろう。グループの人気を上げるためにどうすればいいの？え、わかんない私も。私もわかんない。カナウの歌、カナウ歌でした。カナウ歌。カナウ歌待ってます。カナウ歌作曲、作詞作曲入れカナウ。そう。だから毎回歌うときは歌が違います。カナウ歌なんで。もっと騒げかいは。今日さ髪さ朝に巻いたのにさまだ取れてないの。最強。私たちって絶対先生最強だよね。おしん入ってきたら身長何々おしんって。あ、
え、怖い、なんか変なニュースが。知ってるかも、ショールームなんか見たことあるかも。可愛いよね、こういう笑顔の子だよね。ハゼチモンブランありがとう。カナウータン、オラウータンってこと。オラウータンってこと。やば、頭かいたら怒られる。間違えた。こうわなんでもない。ハゼチハタありがとう。こんばんは。ついてるお兄ちゃんなにゃんにゃん配信すれば人気出るよ。え、やだ、だってもうかなう、こんなさ本性で配信したら一生うち人気出ないから。今ここにいる人だけがかなうのこと好きなだけなんだもん。見て、まつげ長くない？みなりまつげ見せたい。めっちゃ綺麗じゃない？ツインテルニャンニャンすれば人気出るなのに、ま、明日からツインテルニャンニャン、お兄ちゃん大好きニャンニャン配信しようかな。え、この角度だからみんなにかなうの顔の隅々まで見てほしいっていう思いを込めた。今日はまつげを見てほしい。ほら、見えるかな？すごい？これを見せたかった、みんなに。うん、今ウインクしたみたいになったけど、ウインクしてないからね。普通にこれ目が痛いと思ってこうやってたのね。普通にもう目が乾燥してきた。やばい、ほら目開かなくなってるもん、だんだんさっきから比べて。ハゼチあたりが今ずーっと、まつげが長いんだよ。おもろすぎる。ただピントが合ってない、ピント合わないな、こうやってあの双眼鏡変える。双眼鏡変えようよ、みんな。そしたらミジンコももう見えるさ。こうやってね、50×50 とかにする。かなのぶりこ普通に変えるか。私も無理、普通に。なんか配信終わった後マジでさ自分で爆笑しちゃいそう。え、何やってんだろうってなる。そうぶりっことかするとマジで。結構さ配信とかでさ、なんか自分なんかなんかイベントの時とか結構自分じゃない自分で配信してるじゃん、いい子ぶって。そういう配信した後になんかクククってなんか鼻で笑いたくなっちゃう、自分の配信。今何やってたんだろう、クククって笑いたくなっちゃうからできない私。この独特の配信絶対人気出るやろ。目の調子大丈夫？え、なんか目がめっちゃ乾燥してる。目が照れ隠しじゃないよ。青なぎさんありがとう、ケーキ嬉しい。自分の5倍ぐらい目が開いてる、よかった。まつげ上げると牙上がる、本当にそう。三日月も見える、マジ三日月も見える。顔だにないですよ。なっかさんモンブランありがとう。他ないでない個性がある、嬉しい、ありがとう。爆笑、横から見ても、え、じゃ爆笑だよマジで。なんか結構さ、なんかいいこぶった配信とかさ、なんかぶりっこ系とかちょっとたまにやっちゃうとさ、うっって終わった後なる。なんか配信終わった後に配信切った時になんかガーってなる。猫かぶれないタイプなんですよ、自分が気持ち悪くなっちゃうから。そういうのができない、なんかそう、なんかう、なんかなんだろう、なんか裏と表があるのがなんかあんまり見れないタイプ。自分多分他の人のやつもにも大事だけど、他の人にも大事だけど、裏表があるなんか人のなんかことを見れない。なんて言ったらいいんだ、うち多分アイドル向いてないわ。待って、今アイドル向いてないと思った。普通になんか可愛いぶりっ子キュンするのがうちらの職業だった、忘れてたわ。それを見てファンの人はキュンキュンするのか忘れてた。でそう、私は本当になんかちょっと私苦手なんです、そういうのが。キュンキュンぶりっ子プリプリ。あ、こういうのはネタだから全然いいんですけど、こういうだからギリインスタとかの投稿もマジギリ恥ずかしいって感じ。クック好きだからもうプププにしよう。大阪市長と通称とできた、いいな。何がいいのか分かんない。ステージ上でおとなしい、あれも本性、逆にあれも本性。なんかステージになったらあの喋れなくなるのも、あれもなんかちょっとこう配信では生きて喋ってるけどステージは喋れなくなるよっていう、これも本性一つの。かな、いい娘、いつもそんなのが好き。山ちゃん、いいえありがとう。マジブリコだけがアイドルじゃないので、ブリブリ
かなちゃんかならしくて言ってる、それこそみんなありがとう、本当にみんなのことは大好きだよ、これからもうずっとよろしくね。ブリッコは苦手、私もブリッコできない、苦手じゃないよ、好きだよ、可愛い子は、でも私はできないだけだから、そんところもよろしく。ステージ上での笑顔振りまきはすごい嬉しい、ありがとう、泣いちゃう、褒められたら泣いちゃう、笑顔だよ。ハロさん、おんぱありがとう。ほまにかわいい、ほまにかわいいですか、ほまに、こちらこそよろしく、私もよろしく。ちょっと X 見てみよう、キュルルンやって、何キュルルンって、キルリンテテレテテ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 テラララララレレ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 マジでスモークビだわ。ララ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 。たまごっちしたい。お腹がすいた。お話し会待ってまーす。待ってみゃーす。ハマちゃんありがとう。やば、こうやってやるとこっちのお肉やば。やばい、なんかさ角度によってなんか顔って結構違うんだね。恥ずかしい、なんかちょっとあんま好きじゃないこの角度。はあ。あれこれだ。楽しそうって時だし嬉しい。ライボさん、ライボさんありがとう。ほら絶対メイク落ちてる、アイラインも取れてるもん、最悪。こっちの方がまだごまかせたメイク。最後にママに一言、大好き。これでも勝ってくらい目合わせてくれて神やで、みんな見てください、ゴッドなので。あっという間だ、何よりもアイドル楽しんでいって行きましょう。 SC のメンバーになれたのすごいことだもん、好きになれただけで。なんちゅ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 、ありがとう。今どんな退屈割り、オドアイドルは無理だけど他の路線人気です。かまちゃんありがとう。でないよ、いのるさんありがとう。ほっそりしますね、ゴッド、おやすみなさい。やばい、あくび出る、あくび出る。あやばいやばい、緊張のよく普通に。まあ人生楽しんでいきましょうよ、みんなさん、みんなさん。ちょっとこの服可愛いからパパからこの服もらいたい、マジこの服狙ってる。パパの服がかけてあるんだけどさ、めっちゃ可愛くてさ、これ奪うつもり。あ、明日の朝パパに言う。ギター触ってないよ、口見せて。大好き。二押しにしよう、ダメ、一押しにしてママのことうっさって言わないでね、怖い言葉。まあうちも言うんだけど、うるさって。パパの服じゃない、パパに一言、パパこの服ちょうだい、本当に欲しい、このパーカー、マジでこのパーカー欲しい。うち冬のパーカーないんですよ、お願い、本当にパパください。パパの服じゃないよこの服。13位はピノピさんありがとう。12位オツアトさんありがとう。11位ハゼチありがとう。10位カンちゃんありがとう。9位ヨシカワさんありがとう。8位キッチーさんありがとう。7位カシタヤコさんありがとう。6位オノピありがとう。コイダツさんありがとう。ヨイナクさんありがとう。3位ナヤムさんありがとう。ニヤスビありがとう。1位ヤマちゃんありがとう。ヤマちゃんありがとう。みんな大好きだよ、本当に大好きだから、お話し会に会いに来てありがとう。みんな大好き大好き大好きです。いやこれパパの服じゃない、
ピザって今日スーパーに売ってたよ。ありがとう。大好き、大好きです。みんなのことは大好きすぎて大好きになりそう。最後にこの猫ミームのパクパクやります。天下取るな、マジで天下取る。本当に絶対に東京ドーム立ってやる。武道館立ちたいな。好き。ねえねえ、公園の恋って言わないで。猫ミームだからちゃんと寝る。バイバーイ。にゃーにゃー好き。バイバーイ。にゃーにゃー。うわ最悪、マジで後悔する。この配信終わった後になんでなにゃーにゃーとかなんで言ったんだろうってマジ後悔する。終わった、うわ終わった。じゃあって感じ。ゆっくり休んでください。そちらこそ、みんなこそゆっくり休んでね。ありがとう。なんかこれ気まずいじゃん、なかなか終わらなくて。猫道さすが終わってるコンテンツね。そんなこと言わないで。オワコンとか言わないで。